プロジェクションマッピングの上映に先駆けまして、皆様にまたお願いをいたします。会場内、コーンで仕切られた操作する機械の周辺、関係者以外の立ち入りは、ご遠慮願いたいと思います。どなたも立ち入ることができません。それから上映中のフラッシュを用いた撮影、ご遠慮いただいております。その他の光物、ご遠慮くださいますようにお願いいたします。本日のプロジェクションマッピングは、東京情報大学の2年生、今年20歳になる榎本君という学生が作りました。そこにプロフェッショナルがたくさん手を貸して、今日のこの大きなプロジェクションマッピングが実現しています。それではただいまから千葉神社のプロジェクションマッピング初の試みです。820年の年にふさわしい初の試み、ただいまより開催いたします。お楽しみください。
はい、